こんばんは、天台吉江です。えっ、ー、とー、まあ、今夜なんですけども、今朝ですか。制限金沢の、ヤンツーさんですね。柳下監督が退任という、まあ、あの、リリースが入ってきて、うん、まあ、契約満了って書いてありますけど、まあ、事実上の解任ですよね。で、俺か、俺はそれに関して今回はね、あのー、まあ、俺が思うことっていうのを、あのー、 話していこうかなと思ってて、あの、全く客色なく、えー、全くね、そのなんかこう、別にそんな誰に好かれようとも思ってないから、本当に思ってることっていうのを、えっ、ー、と、本当正直にまま、生のままで話していくっていうのがこのチャンネルのスタンスですので、全部さらけ出していこうということで、えっ、ー、と、さらけ出しますが、えっ、ー、と、ヤントさんの退任に関して思うこと、あの、まあ、いろんな意見がね、あると思うんですね。で、いろんな意見あっていいと思うし、あの、まあ、俺もね、ちょっと最初悩んだんですけど、どんなことを、 うーん、言うべきなのかみたいな思ったんだけど、やっぱ、最初に出てきたのっていうのは、まあ、やっぱありがとうだったかなと思いますね、ヤンツーさんに対して。あの、ほんとギリギリでね、J2 残留した2016年の翌年にね、えっと、来てくれて、制限にで就任して、7シーズンですか長かったですな。 まあ前世紀のジュビロでさ、あの、すごいこと成し遂げて、で、あの、アルビレックス新潟を、あの、奇跡の残留に導いてね、本当すごい方だったと思うし、で、ゼーゲンでも、その、3年目の2019シーズンとかもすごかったじゃない史上最強の、あのー、チーム作り上げてくれたと思うの。やっぱ、ヤンツーさんのおかげで、その、ゼーゲンっていうクラブの価値が上がったと思うし、ヤンツーさんが価値を上げてくれたっていう、ま、あ本当恩人なんですね。う 俺としてで、やっぱいろんな姿見た。ヤンツさんに関しては。本当に。うん。まあ、やっぱ、この、セーっていうクラブがさ、結構イベント好きで <laughs> あの、イベント好きなそのクラブの色を結構こう、ヤンツさんにこう出してもらうみたいなとこもあったと思うし、やっぱいじられ役として、最後のオチ担当として、ヤンツさんを、まあ、うまく、あのー、なんかね、あの、回したと言いますか。<laughs> うん、で、ヤンツさんもそれは快諾してくれたっぽいし、うん。まあ、すごくこう、怖い印象すごくあるんだけど、なんかこう、実際いろんな人に話聞くと、まあ、すごくこう、 話しやすくて、優しい人みたいな、いう風に言ってる人もいて、あの、まあ、俺実はね、あの、昔、2019シーズンの、あの、オフで、あの、クラブハウス入らせてもらったことがあって、で、クラブハウスでさ、 あのー、その、赤の、当時赤のコーチですね。今、レベレックス2潟の分析コーチやってられてますけど、赤のコーチにインタビューさせてもらった時あったんだけど、その時の終わった後にね、その歯磨き中のヤンツさん、ヤンツさんに遭遇したんですよ。<laughs> でもやっぱね、ね、うん、びっくりした。なんか、ものすごいダサいシャツ着てて、なんか <laughs>、急にドア開けて出てきたから、え、誰この人って思ったらいきなりヤンツーさんで、でもやっぱね、うん、歯磨きしてるのすごいオーラあったし、なんかちょっと、背筋正しちゃうぐらいの、なんか、 すごいものをお持ちでした。なんで全然喋れて、喋れなかったんですけど。まあ、なんかこう、ぺこって、ちょっと挨拶してくれた感じだったんですが。なんかこう、ね、服装とか全然興味なくて、んとサッカーだけが好きみたいな感じで、ほんと職人気質なおじちゃんだったかなっていう、うん、愛を込めてそう思いますね。うん、やっぱヤンツさんのもとで、覚醒した選手ってたくさんいて、う柿田、ん、佐藤孝一、長谷川拓美、山本のりみち、 大橋、久し、あと加藤むつきとかさ、も、もっといると思うんですけど、ヤンズさんによって、この化けた選手っていうのは、本当数知れずだったかなって、思うし、そう、あとスタジアムに関してもね、あの、ま、あ今ね、できたってことは、多分2、3年、3、4年ぐらい前からさ、あの、着工、 シャっていうかその、ま、いろいろプランはあったと思うんですね。で、それなんでそうなったかっていうと、やっぱヤンツーさんが J2 にあの、つえいけなざの地位を上げてくれたっていうところもあって、その急が高まったっていうのも、スタジアム作ろうっていう急が高まったっていうのもあると思うから、やっぱ金沢にとってもやっぱすごいことを残した人なのかなと、俺は今思えばそう思うし、うんただもちろん逆にヤンツーさんだから出ていった選手だったりとか、まあ、出ていかざるを得なかった選手、行かせなかった選手ってたくさんいると思ってて、 うんそうで、ね、あの、今年に関しては、やっぱりこの、史上最強の陣容だったと思うの、選手。本当に、特に攻撃陣やばいっす、マジで。うんだって、石原隆義をさ、サブに置いてた。 し、島田慎太郎がベンチにも入れなかったみたいな時もあったと思うんですね。本当に攻撃陣に関しては J2 でも結構こう上位にいるようなあの質を揃えたと思うんです。ただ、やっぱ逆にセンターバックとゴールキーパーに関してはもう本当史上最低レベルの戦争だったかなと思ってて、うん、本当意味不明な失点を連発したし、あの開幕4連敗とかもあったけど、ね、で開幕4連敗に関してはもう本当完成度がもうヘボヘボすぎる、もうひどいマンツーマンを ね、駆使して、で、それでこう一気にペースを落としちゃって、一時期3連勝したタイミングはあったけど、まあ、結局その残留争いから一度も逃れることはできず、うーん。まあ、選手も自信なくしちゃって、ね、そのじ自信なくした選手を変えることもできず、チームも柔軟にこの、例えば3バックつる使うとかさ、試合途中でやることは終わったけど、なんか全然だったかなっていう、感じはすごくするんですね。なんか、うーん、本当に、 全く。だから今回の失態っていうか今年の失態っていうのはやっぱりこの俺は編成の部分もちろんね、ゴールキーパーとセンターバックの部分もちろんやばかったと思うけど、なんでそこ取らんかったんってもうずっと、だってなんならさ3年ぐらい前からずっと同じこと感じだったじゃん。失点が減らないっていうのは。だったんだけど、まあそれもあるとして、やっぱりやっぱ現場のコーチ陣、うーん、あと選手の あれもちょっとやっぱ、責任がでかかったかなって俺は思うので、全くヤンツーさんの今シーズンの、あのー、やり方っていうのを、まあ、擁護するつもりは一切ありません。とか、擁護できないです。うん。やっぱね、すごい勝ち方もあったと思うし、うん。そう、ヤンツーさんのおかげでやっぱ勝った試合みたいな。うん。こんなチームに勝てんだみたいな。こんな勝ち方できんだ、強いげ、みたいな。 すごく楽しいシーズンを過ごしたこともあったけど、やっぱひどすぎる負け方もやっぱ同時にあって、うん、特に試合中のね、あの修正力のなさ、そこはやっぱかなり厳しいとこもあったし、まあそれは工藤さんつって参謀をこう新しく迎え入れたけども、やっぱ解決することは結局はできなかったし、うん、まあ今思えばやっぱ限界は2021年に来てたかなって思うんですね。うーんまあそれからこう限界を超えて、 あの、クラブからも結構遺留されたと思うんですね、ヤンツーさんもね。うん、なんか、もうちょっと、お願いします、みたいな感じで。た、う、ぶん、ヤンツーさん自身も、気づいてたんじゃないかなと思う、自分の限界に。うん、明らかに。だって、なんか、そんな感じしますもんね、なんかね。うん、でも、やっぱ、引き受けてやってくれた、みたいな、うん、感じだったかなぁ。まあ、ただ、もちろんさ、別にそこ、だから嬉しい、みたいな。 うんありがとうっていうわけではなくて、もちろんさ、今年も引き受けたんであれば、やっぱそこには責任が伴うから、生じるから、全くパフォーマンスとして擁護できるものではないし、うん。ただ、逆にクラブも、ヤンツーさんに、ン部に抱っこやったよなって思うんだよね。本当に。ヤンツーさんに甘えて、本当にやるべきことっていうのを改善できてきたのかって言われたら、そうとも思わんし、問題にちゃんと向き合ったのかって言われても、そうとは思わない。うん かなーって俺は思いますかね。ね、サポーターに関してもそうだと思うし、サポーターにも責任あって、サポーターは全てを肯定してなかったかなって思うし、逆に全てを批判してなかったかなとも思うし、ちゃんと見る目俺たちにあったかなって思うしね。うーん。やっぱサポーターの力って別に、うーん、結構意外とでかいかなって思ってて、なんか、 ちゃんとこう批評する目持つことってすごく重要なんだろうなと。だからほんとなんか全員の責任かなって俺は思ってる。ほんとになんかクラブ関わる。別にそのチームだけの責任じゃないし、選手だけの責任じゃないし、クラブだけの責任じゃなくて。<laughs> 全員の責任かなって。この広角っていうのは。まあ今思えばその、去年の昨シーズンね、終わった最終節かな最終戦、かも最終戦の後に、来年変わりますって言ってくれたじゃん。あれってどんな意味だったんだろうね。 うん今それをすごく俺は頭を、なんか巡らせてるんですけど。まあ、あのー、次、ホーム最終戦ですけど、まあ最後にね、あの、ヤンツーさんが何を言い残すのかってねやっぱ、聞きたいなと思います。あの、もう残留決まってて、もう何もかかってるものがないから、俺はもうプロとしてやっぱそう、もうスタジアムに行くことはないんで、うん、もう見れないんだけど、まあ打像越しに聞こうかなっていう感じかな。<laughs> まあでも、 なんか、そうじて言うと、ヤンーさんによって、まあ、俺たちは7年間、うん、ま、あ本当に、まあ、共に戦ったっていうか、戦友というか、うん、なんか心の支えでもあったし、俺の中で。制限っていうのは。ありがとうってやっぱ言いたいですかね。うん、ありがとうございました。しさようなら。 まあ本当はこんな形でわかれたくなかったですけどね。本当に。もっともっといい形で別れたかった。まあなんか笑顔で別れたかったけど。まあね、うーん、こうなっちゃうか。まあ、今、ちょっと今は拍手できんかな、正直うん。まあブーイングしてしまいますね。どうしてもね。んでも、またいつかどっかで会いたいなって思うと、言ってる気持ちもあるし。 愛してます。本当にやつさんのことは愛してますね。うん。俺はね。本当に愛すべき頑固親父だったなって。お茶目で。可愛かった。んで厳しくて。まあ、共に7年間呼んでこれて俺は、嬉しかったですね。まあもうちょっといい形で別れたかったけどね。 悔しいですね。今はブーイングしちゃうけど、またどっかで会いましょう。はい。お疲れ様でした。まあ、これからまた税金がどうなっていくのか。オフシーズンちょっと、ちゃんと見たいなと思ってます。全然、来年、応援するとか全く決めてなくて。なんならこのまま、何の説明もなく、続けるんだったら、俺はもう一切応援することはないし。うーん。まあ、オフシーズンの動きしたいかな。うーん。 もう今、政権のことすげえ嫌いだから、今、俺。ま、ちょっと時間が必要ですね、俺も。すいません、ちょっとそんな感じの動画になってしまいまして。なんか、俺が好き勝手に喋るっていう <laughs>、あのーね、ね大した価値のない動画になってしまいましたけども。そんな感じです。お疲れ様でした。じゃあ、バイバイ。